土佐を脱藩した龍馬は吉田東洋を暗殺した覆面の男を追い、斎藤はじめの名で新選組に潜伏していた。手がかりは東洋を殺害した剣、天然理心流。その使い手である覆面の男は新選組の古参幹部たちの中に潜んでいるはずだった。龍馬は新選組として血にまみれた任務に身を沈めていく。後に池田屋事件と呼ばれる勤皇志士への襲撃は一夜にして新選組の名を轟かせた。だが覆面の男に最も近いと思われる局長近藤勇はまだ姿を現さない。これはこれは勝先生、幕府のお偉いさんがこそこそここらで薩摩に鞍替えでもする気で。あんたに身の振り方相談するためにわざわざ、いつまでたっても動かない薩摩芋の尻を叩きに来てやった。相変わらずやな勝藩。理想だけの長州が突っ走ったところで幕府は倒れない。これからは薩摩の武力がものを言う局面。とても幕府の人が口にするセリフとは思いまへん。今日は腹の探り合いはなしだ。ま、な、これまで上の連中に異国に負けないなら一層幕臣という立場を。ほう、手を組め西郷。うちにいる私と協力し、そっ幕府に戦争を仕掛けろちゅんでっか。ああ、戦争に勝った悪い話じゃな。それに今日はあんたらが戦に勝てるよう取っておく武器。この男はイギリスの武器商人。その気になりゃ江戸城を一日で落とせるほど。土佐脱藩浪士坂本龍馬だ。坂本龍馬。新選組の豚書に。ああ、それがどうか。ちょっと気になることがあってな。なんだ。お前が池田屋で桂小五郎と話したって内容のことだ。奴は竹地からお前の素性を聞かされていたんだってな。ああ。だとするといずれ桂はお前の正体。どうしてそう思う。所詮桂は長州の人間だ。その長州にとって新選三番隊の隊長が勤皇派の大物と兄弟分なんておいしいネタ。ほっ、やつが俺の素性を組に密告すると。そうすりゃお前は松原の二の前だ。三番隊隊長長州にとっちゃ新選組の戦力源は願った。桂はそういう手を使う人間には見えない。でもよ、どのみち桂がどう出ようが。どういうことだ。俺が天然理心流を追っていることは、いけ。ああ、そうだった。今のところ新選組にとって俺は戦力になってる。少しでも必要とされている間は粛清され。残された時間はあとわずか。だから少し強引にでも、時間のある限り新選組に顔を出して。近藤勇のことか。はあ。お前が見たとこ一番怪しいのはやっぱりこ。さあな。だがそうでなかったとしても
ああ、近藤も局長である以上、その機会を逃さないためにも。
いかんと損やで。みんな新鮮、味も最高やで。取ってってや。そこのあんた、なあ、ちょっと金も届くせえ。あんた、クソ。やぶ。うるぁ！どれ！どれ！しょ！とぅ！
Great. Shoot!
Yes. Great.
申しません。まあ、ねえ、あれ、あそこを見てくれやす。斉藤君、さっさと入れ。おお、待て、わしらもなく。局長は多忙につき不在。なめとんのかボケ。わしらは京都見回り組や。浪人風情が誰に向かって口聞いとるんじゃ。佐々木さん、キャンキャン泣いてないで。あんたらも寝ぼけんなよ、こら。池田、その責任はどな。京都見回り組。見回り組？門の前で騒いどった連中へ。あいつらは要するに家柄のいい新選組。新選組は浪人の寄せ集めやが、せやから連中意地の張り合いか。大声出してたんが、見回り組の佐々木。あんたから見てもか。ああ、あいつは佐々木忠三郎か。お前がおらんかったらこれでも感謝。礼を言うのは俺の方。ああ、カツラの剣恩に切る。そないに気使わんで。本音を言えば身内。それはいつだったかあんたが言っていた。ああ、何が、なぜ局長だった芹沢が身内に殺されるよう。あれは俺らがまだ新選組と名乗る前。その頃はまだ俺ら天然理心流の七人とカモさん。芹沢の一派っていうのはカモさんの水戸脱藩以来の同志やった平間重介、その三人が俺ら天然理心。カモさんはすさむ。せやからまず近藤さんは鴨さんを自分と同格の局長にと、土方さんの反対を押し切ってな。それじゃあ土方さあ、近藤班かもしれへんし土方班かも。知る必要が。お前も新選組で一日でも長く生きたいんやったら覚えとけ。鴨を長くは。あんたみてえな男が。俺がここにおるのは近藤局長への、昔俺が間違えて人を殺めてしまったと。それから俺は近藤局長。あんたにそこまで。お前も一度会えばわかる、近藤勇という人間の。う、一度会ってみた。とん局長の部屋、豚書の一番奥の前へ。
それじゃあの近藤勇が土佐。何をしてるんだ。いや、何でもない。おお、局無駄だな。局長は多忙につき。それじゃあ向こうから会いに来るのを待つ。なんなら他の者にも聞いてみろ。何か用か。一度局長に会ってみたいと思って。会ってどうする。別にどうこうするって。は、近藤さんは多忙。まあいずれ会える日も来るだろう。いつまで待てばいい。ずいぶん近藤さんに興味があるようだな。それが何か問題あるのか。大ありだ。あの方と気安く会えると考えられては。君も新選組に入った以上はな。分かったらもう行け。おお、はじめちゃん。いや、もう払う金がないよからな。服を質に取ったんや。ふんどしも言ってろ。これ以上負けたらこいつら武田犯人。そんな。なんや、はじめちゃん。いや、さあな、知らん。気が散るで。それとも我も裸になりてんけ。いや、さてどうすべきかな。局長に話でもあるのか。井上。いや、特に話が。そうか。その局長直々の仕事がある。何。お前坂本龍馬というの。ん、知っているのか。いや、知らねえ名前だ。坂本は土佐藩の金武市半平太の作った土佐勤王党の筆頭。この坂本龍馬を。なんで俺なの。不服と言う。いや、わかった。坂本龍馬について我々が掴んでいるのは、まず薩摩藩邸。そんなとこに何かおかしい。いそれ以前、坂本は土佐を脱藩した後、幕臣勝倫太郎の門人となって怪術を身につけた。怪術。船の操作。その船で長崎から密かにトマス・グラバーって武器商人と通じて。イギリスの武器を。局長、坂本龍馬は勝倫太郎と一緒。その西郷に話を聞くのが。ま、西郷吉之助か。仕事が済めば局長に報告することになる。
とは。てい。
運が悪かったな。
ああ、俺の偽物は、あ、そいつはさ、幕臣の勝倫太郎の門人で。おい待てって、何がど、俺にもわからねえ。お前の耳には何か入ってねえか。いや知るわけねえだろ、知っていたらまさだよな。けど何でお前の、わからねえ。だ、新選組がその偽物。ああ、なんだと。おい、それもし近藤が1年前の覆面の男なら、俺の顔を覚えているかもしれない。それじゃお前。だがどっちにしても断れん。これから薩摩藩邸にいる西郷って男から。薩摩の西郷か。そ、どういう意味だ。薩摩は日本の端で300年、幕府の命かすめて力ため込んできた藩。それで幕府でさえその薩摩の鍵、連中は秘密主義で身内しか信用してない。なるほど。今のところ薩摩は幕府と一緒になって勤皇派の長州、長州はそんなさ。そのくせ薩摩は裏じゃ幕府を倒して勤皇牛耳ろ、とんだ食わせ者だし。まったくさ、勤皇思想のみで突っ走る長州と現実主義の薩摩、町でさ、犬猿の仲ってやつか。まあその話はいい。お前の偽物に、そのもう一人の、そいつがお前にどう関わってくるのか。お、頼んだ。用心しろよ。ああ。
とええところに。あそこ打ってくれへんか。来いは来いは、新選組の方でご。新選組三番隊隊長、斎藤はじめだ。おう、西郷先生に。坂本龍馬という男について。さようで、そいはもう新選組の御用とあれば、心得ました。おい、最後は判定の中じゃないのか。あんお方は屋敷の中でじっとしておられんもんで。まあどうぞ、すぐ近くでごわす。あんた、門番の割に随分判定から離れるんだな。こいつらは新選組っちゅうのは随分と人を切ってきました。ほんのこと言うと、薩摩の門も多少身風呂に切られた門もおり、おはんが薩摩の人間を切ったかはどうでもよか。じゃっどん、おはんな三番隊兄弟や子らを新選組に切られた恨みをも、弟の仇じゃ。身風呂おめがおいの息子ば切りよった、幕府の犬め。花から西郷に会わせる気はなかったってことか。不用心不用心。新選組幹部薩摩をなめちょるんか、こら。
かな。西郷に会わせてもらおうか。そうすりゃ何大っぴらにしたとこで困るのはあんたら。俺仕事できたんだ。あんたも自分の仕事に専念するなら。新選組三番隊隊長斎藤はじめ。へへ、構わんで。せやけどあんたあれからほんまに新選組に入ったんやな。さあな。悪いがあんたに聞きたい。ま、あんたとは坂本龍馬って男が。そいつの話。ほう、坂本龍馬。勝倫太郎って幕府の人間がここへ連れてき。そうか。せやけどあかんな。ゆっくり思い出してくれて結構だ。こっちに時間あるとは言うとらん。なるほど。薩摩ってとこはよそ者を寄せつけない。噂に聞いた通りだが俺を。わしは坂本龍馬いう男と会うたことは一。もうわしの答えは。なんで隠すんだ。なれん駆け引き。坂本は長崎でイギリスの武器を仕入れているらしい。知らん言うとりますよ。そろそろお帰り。今度はまた仕事。斎藤さん、無駄足で。西郷先生は新選組なんぞ。斎藤さん、お待ち。山崎か。局長がおよ。坂本龍馬の調べを報告し。何？もちろん。場所は？祇園にある料亭朝日屋。局長はそこでお待。わかった。
え？Ah.
してや。気ぃつけろや。そこの旦那。おい、どこだ。あんまり逃げんなよ。おお、そこか。あー、捕まえた。姉さん、わざと捕まらはったやろ。なんだこりゃ、血の匂いか。え、血の匂い。よう、思ったより早く来たな。三番隊隊長、斎藤はじめです。知ってるよ、俺が呼んだんだからよ。あなたが局長の。ああ、新選組局長近藤勇だ。それで、頼んだ件は調べてくれたかい。例の坂本龍馬。はい。坂本が現れたという薩摩藩邸に行ってきましたが、あいにく西郷にはとぼけられました。まあそんなとこだろうな。もともと西郷には期待しちゃいなかったんだ。それはどういう意味で。坂本龍馬は今長崎に向かってるらしくてな。本人が京にいねえんだから、薩摩もいくらだって白切れる。今西郷に聞いたところでろくな返事はねえだろうよ。だからまあ何も情報をつかめなかったのはあんたのせいじゃない。ただでさえ本音を見せねえ西郷の口割らせるのは簡単なことじゃねえからな。けど大収穫だ。
いやあんたいい仕事したぜ斉藤さんよ。俺がですか。うん、だってよ、坂本龍馬について一つだけ確実なことが分かったんだからな。薩摩の西郷にあったその坂本龍馬ってな、真っ赤な偽物だ。だよな、本物の龍馬さん。1年前に吉田東洋暗殺の濡れ衣を着せられて脱藩、その後天然理心流の使い手を追った、その坂本龍馬って男が今のあんただ。だとすりゃ長崎で英国の武器商人と取引している坂本龍馬は偽物ってことに。お話の意味が分かりかねます。そうかい、こっちから先に払わってやらねえと。あんたもまずは安心してくれていい。あんたの正体は新選組としてあんたを粛清しようって話じゃねえ。それだけは単刀直入に言えよ。俺はあんたの腕をたく、別にあんたが坂本龍馬でも斎藤はじめでも構わねえんだ。ただある計画、日本の都を京から江戸へ、江戸遷都計画だ。江戸遷都計画だと夢みてえな話だろ。ほらよ、これが最終的にこの国を救うために肝心なのは金の獅子が、このまま放っておきゃいずれ日本中を巻き込んだ倒幕戦だが、連中が幕府を倒せたとして、その時内戦で疲弊しきった日本人にするとどうなる。異国の白人連中は一発の銃も撃て。江戸に遷都すればそうはならねえか。ああ、ただしその前に京を焼き、ご、なんだ。じゃああんたは池田よじあれと一緒にされたら困るね。俺は帝をさらうような真似はしねえ。要は帝が朝廷にも幕府にも属さない政治、別の存在。そもそもこの国が勤王と幕府でぶつかってんのも、全てはどっちが偉いのか分かりにくいって。だから俺はその概念ごとぶっ潰してやる。それが今日の町を焼き払うことなんだ。そうよ、今日の町は朝廷という権力の象徴だ。だがなら一層どっちかを。あんた自分が何を言ってるのかは。もちろんだ。だが朝廷がなくなり今日が、その時帝が住む江戸、それを仕切る幕府に勤王志士どもが入り込む余地はねえ。日本って国の中枢をひとところに集めるんだよ。だが朝廷を滅ぼせば、それこそ幕府は日本中の武士に。だからそうならねえように、誰が京の町を焼き払ったのかは。そしてそれができるな。それはまさか。そうよ、俺はその計画のために新選組を作った。京を滅ぼすのに必要な精鋭を集め、もっともまだこの計画を知ってるな。だったら俺はあんたの腕を買ってるって言ったろう。俺との取引、吉田東洋を暗殺した覆面の男のことだ。父さんを脱藩してまで追ってるんだろう。あんたやはり。そりゃまあな、これでも新選組。新選組のことで俺の知らねえことはねえ。
どうだい、覆面の男を渡してほしく。さっきの馬鹿げた計画。馬鹿げた計画？あんたの言ってることは理にかなってる。目的のためだったら倒幕戦争が起こりゃ多少の犠牲じゃ済まなくなる。お前だって多くの犠牲の上で生きてるってことを忘れるな。おい、逃げ出すのかい？俺はどんな理由であれ。そうか。本当にそれしかないのか。何かを変えるには絶対に何かを犠牲にしなきゃならねえのか。ガキだな、おめえさんは。そうやって聞いてばかりで生きてきたんだろう、これまでもよ。だからあの時吉田東洋は言ったんだろうよ。お前が金の党の筆頭にふさわしい男じゃないと。お前今なんて。なぜお前がおやっさんの話したことを知ってる？あんたがあの覆面の男って言うなら話が早い。ここであんたを切れば新選組にいる理由もなくなるからな。なら切ってみりゃいい。ま、天然理心流四代目宗家の俺を切れればの話だがな。何？こいつに見覚えがあるのか？やはりお前があの時の。生きてるうちにそれがわかるといいな。さあ、一年ぶりの実戦だ。剣士として純粋に殺し合いを楽しませてもらうよ。行くぞ、坂本龍馬！
衰えたもんだたまには現場にも顔を出すんだな、局長。いい気になりやがって。今度あんたはあの覆面の男じゃねえ。なぜそう思う？おやっさんを切ったあの覆面の男は
あんたよりも強かった。まったく傷つくねえ。覆面の男は誰だ？計画に乗れば教えてやる。そう言ったはずだぜ。おや、なんだ、やめるのかい？あんたの言った通りだ。俺はまだまだガキってことだ。はあ？分からねえことはすぐに人に聞いちまう。自分には学も教養もねえ。そう思って考えるのもやめちまう。だがな、おやっさんは誰にどうして殺されたのか、この答えだけはどうしても自分の力で見つけたいんだ。ガキだと言われても構わない。このことだけは最後まで意地張り続けるつもりだ。答えを見つけるまで新選組には居続けさせてもらう。文句ねえよな？文句はあるが、勝負に負けたんだ。許可してやるよ。三番隊隊長としての仕事はする。それじゃ。あんたと戦ってもう一つ分かったことがある。なんだ？天然理心流の使い手は一流の剣士ばかりだ。俺が戦うべき敵は覆面の男のさらに奥、もっと深い闇に潜んでいるのかもしれないな。見てたかい？いやー、強えなあいつは。そうは思わねえか、源さん。勇さん、いいのか？このままあの男を行かせても。あいつは深く知りすぎた。ああ、だがあいつなら真の謎にもたどり着けるかもしれねえな。あれが坂本龍馬か。